踊り子相続は、しそかの族の一つ。一年草、越年草または、多年草。葉は大成し、葉の縁に虚子があるか、葉親は、手のひら状にあさ列、または中列し、時にやや新列する。花は、茎の上部の溶液に、多数の花を集めては三下状をつける。額は、筒状、または、桃園水状消慶でご脈あり、裂片は、 ほぼ等しく5列する。額に中間脈があり重脈となる種もある。果敢は神経となり、果敢頭部は長く規部で、やや背面に傾斜、またはやや上面に曲がり、頭部の前面が膨らんで射上する。上唇は先端が前面方向に曲がって、著しく兜状になり、下唇は三列して開け出し、中央列片は大きく。 基部は細く先端は二列し、側裂辺は短く、三角形の突起状となるか円に、一から二個の教師がある。有髄は四個あって、二個ずつ体をなし、下側の体が長く、下かは唇の内側に沿って射状する。髄は一個で、中等は二列し、裂辺は、同調、または、不等調となる。果実は三両形の文化で、平滑となるかまたは、 細かい突起がある。約24種がユーラシアとアフリカの温帯にある。日本には自生種の踊り子草と不み全気化植物と考えられている仏の座がある。また、数種のヨーロッパ原産の種が気化し、あるいは干渉用として栽培されている種が一出している。最近の分子系統解析の結果、従来、本属に含められていた山地王。 ヒメキセワタ及びマネキグサは別族とされ、それぞれ山地王族ヒメキセワタ族及びマネキグサ族とされた。学名はザプラントリストによる。和名、踊り子僧族の踊り子僧は本族の日本における代表的な種である。俗名ラミウムはコラテン語でイラクサに似た植物名。また、一説にギリシャ語でレーモスからナル語で、果敢の頭部が長くて、 喉状に見えることによる、ありがとうございます。